はいどうも、今日はですね、これね、またね、ガチャ王国さんの方から荷物が届いたので、こちらを、開封してみようと思います。これね、ウルトラ怪獣消しゴムネオのね、第2弾ですよ。いや、ようやっとね、手に入りました。早速、中身を開けてですね、造形の確認してみましょうか。はい、出し終わったんでね、早速造形の方一体ずつ見ていきましょうか。まあね、最初にこうラインナップを見せるとですね、まあ A セット、B セット、C セット、D セットのね、全4種あるわけですよ。でね、まず A セット、ウルトラマンティガ、再生エレキング、メフィラス星人、括弧2代目ですね。で、 B セットが、ウルトラマンダイナ、ブラックドーム、メトロン星人ジュニア。C セットが、ウルトラマンガイア、ウー2代目、改造ベムスター。そして D セットがウルトラマンアグル、ベクロン改造、クレイジーゴーンとなっております。まあ最初にね、A セットから見ていきましょう。ちゃんと、まあ、ウルトラマンティガですね。まあかなりね、人気のあるウルトラマンなんですけど、まあやっぱりこのね、胸の部分、カラータイマーに沿ってのね、こうアーマー部分というのが、まあかなり特徴的なウルトラマンだと思うんですけど、しっかりね、まあ造形行き届いてますよね。体のラインだったりとか、まあポージングなんかもね結構かっこよかったりしてます。まあ顔の部分も言わずもながらとね、いや、やっぱりね、最初の、まあ、ネオからね、造形っていうのはかなり凝ってるんですけど、まあ、今回もね、しっかり外すことなく、造形してきてますよね。そして、エレキングとなっております。まあ、やっぱエレキングもね、この体の黒のね、まあ、模様というか、まあ、溝というか、まあ、こういった部分の、まあ、造形っていうのはね、かなりね、大変だと思うんですけどね。いや、ここもしっかり綺麗にね、まあ、型取りというか、表現されてますよね。まあ、口の部分もね、地味にこう、ポツポツでね、歯を表現したりとか。やっぱね、こういうね、怪獣消しゴムのね、ちっちゃな、工夫っていうのがね、まあ、見ていて楽しいですよね。そして、メフィラス星人、まあ、2代目みたいですね。まあやっぱメフィラスといえば、今年ね、発表された新ウルトラマンでね、すごい印象に残ってる人なんかはいると思うんですけど、アレンジされたバージョンというか、まあ、新ウルトラマンでね、すごいシャープになった、まあ、メフィラス星人なんですけど、やっぱ元のね、ちょっとこう、まあ、ずんぐりとした体というか、まあお顔をね、やっぱ新ウルトラマンの時とはちょっとね違うんで、なんて言いますか、かっこいいですよね。まあわりかしですね、新ウルトラマンを見て初めてこういったメフィラス星人というものを知ったという方はですね、まあぜひともこの、まあ、ウルトラ怪獣消しゴムネオ2をですね、まあ回していただいて、メフィラス星人をですね、まあ、手に取って、まあ鑑賞してみてください。いや、本当にね、すごい出来。右にね、何を持ってるんだろうな、これ。ベータカプセル、ちょっとすいません、そこら辺は分かんないです。そして、お次が B セットダイナですね。まあダイナも、まあ、ティガーに続いて、まあ、2作目というかね、まあなんだろうな、その精神的続編というか、まあ、続編なのか分かんないですけど、忘れちゃったな。まあでもやっぱりね、ダイナといえば今もう最終回を迎える、まあ、デッカーのね、まあ、リブート元になってるわけなんで、まあ、こちらもですね、やっぱりスポットを当ててきてるね、いいウルトラマンですよね。まあ頭の部分の造形もかなり綺麗で、まあね、こう胸のあたりのね、こういう装甲ですよね、やっぱこう個性を出してるところの部分の造形っていうのは全くこう手を抜いてないというかね、しっかり造形されてるのがいいですよね。そして、ブラックドーム、ブラックドームっていうか、なんだこれ。これね、知らないですね。平成というか昭和の怪獣なのかな。まあカブトガニみたいなね、感じの見た目で、まあどうなのかな、本編でね、見たことないんで何とも言えないんですけど、しっかりこう裏の部分までね、足とか
爪をしっかり造形してるのはまあねいいとして、まあこのね上のなんだろうな走行の質感というのがねかなりうまくできてますね。こうエッジ立ってるというかこうゴツゴツ感がね触ってて気持ちいいというか、まあねこの造形品としてもねシンプルながらもかなり作り込まれてるねいい、消しゴムフィギュアだと思います。そして、メトロン星人ジュニアですね。まあメトロン星人といえばまあウルトラセブンと、なっております。どうだったっけな、なんかタバコの中に反乱分子のなんか薬かなんか入れて人間同士でね争わせるみたいなお話もあったりするんですけど、まあなかなかね知能犯なまあ宇宙人というか、まあ色もね結構カラフルでねわりかし好きな人はいるんじゃないですかね。まあねいいね。やっぱこうやってねいろんなねパーツというかこう肩の走行だったりとかね足の部分のこういった部分とか、あとはね顔の部分のこういうねポツポツなんかもいっぱいねなんというかね特徴があるまあ怪獣とか星人ってねすごい造形映えするんでね、まあ、これからもねぜひともねこんな感じのいい造形のね、まあ、怪獣だったり星人だったりのねラインナップしていってほしいです。そして、Cセットウルトラマンガイアですね。まあガイアもねまあやっぱ胸の部分というか、うん、しっかり造形されてるな。まあ最初の段に出たねベリアルとかに比べたらねわりかしねシンプルな、まあ、感じに見えちゃうかもしれないんですけど、これはこれでねかなりこうしっかり造形されてるんですよ。まあその何回も言うようなんですけどシンプルなものほどですねやっぱこうやって特徴を残しつつ造形するのってかなり難しいんですよ。それでもねこんな感じですごいね特徴をしっかり捉えてるような造形ができるねこのネオシリーズっていうのはねかなりねすごいと思います。そして、ウーと、まあ、これもね昭和怪獣かなと思うんですけど、まあなんだろうな雪男とかイエティが元ネタになってるのかわかんないですけど、このね毛の感じのまあ、流れるようなね造形っていうのは、かなり素晴らしいですね。まあお顔の部分もねしっかりちょっとぶっさいくな感じになってるんですけどね造形されてますね。うん、これあれかロゴが入れないから足の裏をくり抜いてあれかロゴ入れてんのか。結構ねこういったね細かい工夫も目立つフィギュアでございます。そして、改造ベムスターと、まあねこいつはその単体というよりかはやっぱりタイラントのね、まあ、ボディ部分のパーツっていうようなイメージがね強い怪獣なんですけど、まあね後ろの部分のこういう鱗の造形だったりとか、まあやっぱりねここねお腹の部分のなんだろうなこれは鎧というか、まあねこれもねすごいね細かく作られてるんですよね。わかりますか、頑張ってるいやーやっぱねカメラでね映すにも限界があるんでですね、ぜひともこれは、ね、手に取って見ていただきたい造形物ですね。そして、今度は最後、Dセット、まずはウルトラマンアグルですね。まあアグルも、まあ、やっぱねシンプルなんですけど、まあ、しっかりこう表現しきれてるというかねかなりすごいですよね。で僕はねそのこのアグルっていうか、まあ、ウルトラマンガイアに登場したやつだと思うんですけど、うん、どうだったかなちょっとねそこら辺の知識がね乏しいんですいません。こういうポーズしてるのかなまあなんというかね劇中のポーズというかなんかこいつだけすごい異質な感じですね。他はみんな手を突き上げてこう変身後のね姿だと思うんですけど、うん、まあ、これはどういうポーズなんだろう。そして、ベロクロン改造ですね。いやまあこれはもう文句ないでしょまあやっぱねそのこういった感じでね、まあ、エッジ部分が目立つというかいろんなねこういう特徴を持った怪獣っていうのはかなりね造形映えするんですよ。だからねやっぱこう、うん、かっこいいな尻尾もねしっかりこんな感じでついてるのがねいいですよね。僕はねこういうちょっと尻尾が長めのね怪獣のこういう消しゴムフィギュアっていうのがねすごい大好きですね。
いや、また第3弾でもですね、同じように怪獣作ってほしいですね。で、本段最後、クレイジーゴーンですね。まあこいつはですね、まあ造形はもう、しっかりされてるでしょ。もう見ていただければわかると思うんですけどね、かなりね細かく作り込んであるんですよ。んでね、これ発売前のね事前情報でもすでに分かってたことなんですけど、こんな感じでねポコッと、まあ、分割パーツになってると、まあ、このねウルトラ怪獣消しゴムネオ2でね、まあ、初めてのこの分割というか、まあ、新しいことをしている、まあ、怪獣なんでね、これからですね、どん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 こういったね分割機構っていうのが増えていくのかなと思わせてくれるようなね、いいフィギュアでございます。はい、以上がねこのウルトラ怪獣消しゴム、ネオ、第2弾でございました。いかがだったでしょうか。まあやっぱりね、もうすでに発売されてるんで、スーパーとかね、まあガチャ王国だったりとか、まあそれこそねガチャの森さんだったりとか行けばですね、まあガチャガチャ回すことができるんで、まあぜひともですね、興味がある方は、これ、まあウルトラ怪獣消しゴムネオ2、回してみてください。まあね、第1弾も、すでに市場にあって、まあ、どうだろうな、数は少ないだろうけど、まあ、もしねその機会があればですね、ぜひともこのウルトラ怪獣消しゴムネオの方もね、まあ、しっかり回してみてください。このまあ EX タイラントっていうね、その公式から出る、まあ、初のねその EX タイラントの造形物ということでね、このウルトラ怪獣消しゴムネオっていうのはね、すごい貴重なシリーズになってるので、ぜひともお店で見かけた方はですね、一度回してみてください。はい、それでは皆様、ここまでお付き合いしていただきありがとうございました。またね動画上がりましたら、最後までお付き合いしていただけると幸いでございます。それでは、チャンネル登録高評価よろしくお願いします。まあね、これがね年内最後の動画になると思うんで、来年もねいい年になるように、まあ頑張っていきましょう皆さん。だからね、このお気に入りのレクロン改造で、締めましょう。それでは皆様、いいお年を。さようなら。